皆さんこんにちは。それでは今回解説する問題は次の通りです。まずこの問題を解く上での基礎事項から確認していきたいと思います。はい、ということで4回目ですね、微積の問題ですね。今回なんですけれども、まあ、実際メインに解説したいことはですね、ちょっと後に取っておいて、どちらかというとね、解く上でのテクニック的な話なので、これそこで使うというか、まあちょっと別に使う6分の1公式、こちらをまず確認していきたいなというふうに思います。どういうものかというと、放物線と直線なんかがよくある状況です。2点で交わる αβx 座標とします。そしたらなんか囲まれる図形ができると。でそこの面積を求めたいというふうに言われたらどうすればいいのかと。もう大事な情報はですね、限られてるんですね。放物線の2次の座標、いいですか。1次以下はどうでもいいんです。大事なのは x 次乗の係数なんです。ここだけ。直線の式とか何でもいいんです。とにかくこの x 次乗の係数、ここだけを気にしてほしい。 a とします。それから他に必要な情報2つ、 α と β というこの交点の座標の x 座標ですね。まあそれはね、考えてみれば当然で、 s を積分で求めようと思ったら、当然のことながらですね、 α から β まで積分するわけですから、まあ、基本的にはこの2つの座標が必要になるわけですね。はい、この3つの文字を使うと面積が表せてしまうというのが6分の1公式と呼ばれるもので、 s イコール6分の絶対値 β 引く α の3乗というふうに書けるわけですね。まあ、こちらはもちろん導出しようと思えばできます。まあ、今回の動画でちょっと省略してしまうんですけれども、まあ、公式的な側面が強いので、まあ、受験数学ね、入試を解く上ではぜひとも覚えておきたい公式だということです。で、まあ、今回はね、面積関係ないのでこちらでは使えません。その数式バージョンでどちらかというと使えます。で数式バージョンがこちらですね。α から β まで積分することのこれというのが6分のマイナスで β 引く α の3乗になるよということですね。まあ、ちょっと違うんですね。で、これどういうことかっていうのをちょっと解説していきたいなというふうに思います。で、そのためにはここの面積を求めるという積分の、計算にね、立ち返るわけなんですけれども、ここの面積を求めようと思ったらどういうふうに求めるかっていうと、まあ、さっきも言った通りですね、α から β まで積分します。で、どうしようかな。直線の式、放物線の式 fx にしましょう。で、直線の式を gx としましょう。で、何を計算するかというと、今回の場合、直線の方が上ですからね。これ gx 引く fx を計算すると。で、これの dx を求めるということですよね。はい。そうなったら、じゃあここに出てくるのは何だろうということですね。この中括弧は何だいというふうに言われたら、この中括弧は頂点で直線の式から放物線の式を引いてるので、二次式なわけですね。なんちゃら x 次乗みたいな、そういう式が出てくるわけです。で、そうなった時に、この二次方程式を解くことによって、ここの交点の2つの座標、αβ というのが出てくるわけです。そうですね。fx イコール gx。これを解くと、この放物線の x 座標と y 座標が出てくるわけですから、まあ、つまり、今の形で言えば、この gx 引く fx イコール0ですね。これを解くと、α と β が出てくるので、つまり何が言えるかというと、この g 引く f っていうのは、α と β 解に持つんですね。解に持つってことは、x 引く α かける x 引く β みたいな形で因数分解されてるっていうことなんですね。でも、ちょっと忘れてほしくないのは、二次の係数なんです。これのままだと二次の係数1になっちゃうでしょ。二次の係数、今この場合だと、ax 次乗っていう放物線の式がありますが、それがマイナス f 倍で引いてるので、二次の係数マイナス a になりますね。なので、この g 引く f っていうのは、因数分解すると、こんな風にマイナス a の x 引く α、x 引く β っていう風に書けるんです。でそこがミソ。繰り返すと、g 引く f っていうのはこの2つの x 座標を与えますから、 x 引く α、x 引く β が、因数分解できるはず。こんな風に因数分解できるはず。で、2次の係数を調節することが必要で、マイナス a をくっつけてあげるということですね。はい。というわけで、まあ、この部分っていうのはこういう風に書けますということですね。で、そうしましたら、直接積分で計算しようと思ったら、まあ、こんな風に計算できるし、6分の1公式を直接適用しようと思ったら、β 引く α の3乗の a
今この場合だとね、下に一つの放物線を考えて、直線の方が曲線よりも上にあるという仮定のもと、つまり g-f がこれ0以上だという仮定のもとで積分したので、まあ、今はね、a は正だと、下に一つの放物線で a に正が場合を考えていますから、この図の状況だとね、だから絶対値が外れて、まあこういうふうに、6分の1公式を使うと計算できるわけですが、これらが等しいということですね。これらが等しいので、このマイナス1倍、両辺マイナス1倍してあげることによって、この公式が出てくると。まあ、こんな感じで、面積と数式の6分の1公式が、こう、関連付けられているということですね。ポイントというか、厄介になってくるのは、ここの符号なんですよね。符号を忘れがちです。というか、どっちつけたらいいのか、つけなくていいのか、忘れがちです。面積は、これ、正になることが分かっているのでね。正になることが分かっているから、ベータがアルファより大きい、x 座標が大きいものだとしたらですね、とりあえずベータ引くアルファの3乗したら絶対正になりますよね。で、a のところにもね、絶対値をつけとけば正になりますから、面積を求める上ではもう正だと分かっているので、これで問題がないわけです。で、忘れがちなのはこの数式バージョンの符号ですね。で、こちらになると、符号をね、つけていいのか、つけなくていいのか、忘れがちになります。注意してほしいんですけど、A が正だと、直線の方が曲線よりも上に来るので、こう、符号が逆転しましたね、さっきね、マイナス A って感じで。で、そこに由来があるので、マイナス1が来るというふうに、そういうふうに覚えていただけるといいかなというふうに思います。さあ、というのが6分の1公式の復習です。で、今回扱う問題はこちらですね。y イコール x 3乗引く 3x 乗プラス kx、極大値と極小値の差が81分の4の時の k の値を求めなさいというふうに言われています。この右辺を fx と置きましょう。そしたら、まあ、極大値とか極小値とか気にしていますからね。定番通り微分します。f'x は 3x 乗引く 6x プラス k と。この f'x イコール0、これの解くと α と β っていう極大値と極小値のところの x 座標が出てくるわけですね。なので、この2回を αβ というふうにしましょう。で、今ね、極大値と極小値とか問題文で言ってますから、極大値とか極小値が存在する前提で話は進んでいます。まあ、つまり、この f'x イコール0が、きちんと2回、実数回を持つという前提で進んでいます。極大、まあ、そのことも一応書いておいた方がいいでしょう。極大値、極小値を持つので、f'x イコール0は、2実数回を持ち、まあ、もっと言えば異なる実数回を持つということですね。その条件は何かというと、判別式の条件ですね。d イコール b 次乗、マイナス 4ac。これが、0以上、正という条件ですね。つまり、k が3以下と。このような条件のもとで、考えているということですね。さて、そうなったら、増減表を書いてみましょう。x があって、f'x があって、fx があると。で、ターニングポイントは α と β。f'x はそれぞれ、そこで0になります。で、今これ3次の係数正ですから、上がって下がって上がるグラフだということが即答できます。まあ、それは何でかっていうのは第1回のね、講義の方で説明してますので、まあ、下に概要欄貼っときますから、よければそちらご覧ください。はい、そしたら α の時に極大、 β の時に極小だということが分かります。で、今この差を求めたいんですよね。つまり fα-fβ を計算したいんです。で、これが81分の4になる条件を求めたいんですね。ですけれども、これ fα とか fβ 計算するの大変です。それなんでかというと、これってだって αβ f'x イコール0の解だから、これ f'x イコール0、解くと6分の6プラスマイナスルート b 次乗で k が入ってたりしてね、ルートが残りますから大変です。それをね、F っていう3知識に代入しなくちゃいけないから、めちゃくちゃ大変なんですよね。で、そこでこう思う人いるでしょう。あ、この間解説してた時数下げだな。
まあ確かにそれだと計算は楽になります。でそれでももちろん解けなくはないです。ですけれども今回ね別の動画を上げてるわけですから別なように解きたいんですね。これねむちゃくちゃ技巧的でねすげえなーって最初びっくりするんですけれども、実はこれというのは思いのほか簡単に計算できるんですね。はい。でどういうふうに紹介するかなんですけど、これをねあえてこういうふうに書くんです。なんか積分っぽくこう書くんですね。アルファ代入してベータ代入したものを引くということですね。でこれを積分に復元してあげます。復元してあげるってどういうことかっていうと、 fx が原子関数になるような関数って f'x でしょ。 fx を微分したら f'x だから、 f'x をベータからアルファまで積分したのがこれじゃないですか。そうでしょ。 f'x の原子関数が fx なわけですから、これを計算するとこの上のようになるということで、こういう積分に復元ができるんですね。はい。でそうしたらこれ見てください。 f'x って何ですか。 f'x って2回アルファベータに持ってたでしょ。ということは f'x はさっきと同様に考えると x-α、x-β って因数分解できるはずだよね。だけどちょっと注意が必要だった。3次の係数が3なので、それで調節しなくちゃいけないんですね。そう。ということで、こんな風に書けるんですね。ここで f'x は 3x 次乗引く 6x プラス k。だから、3x 次乗引く 6x プラス k 代入してですね、直接積分しようとする。まあ、それだと、まあ、ここに気づけたのは偉いけど、残念ながらそれではまだ中途半端で、これをですね、こんな風に変形してあげるんですね。6分の1公式を意識してあげるということです。はい。こういう風に変形できると、6分の1公式がまさに使えて、イコールの6分の、はい、マイナス忘れずに3倍することの、アルファ、ベータ今ね、定理、ね、逆になってるんで注意してください。アルファ引くベータの3乗と。いうことで、なります。なので、あとはアルファとベータね、差を求めてあげればいいということになるんですけれども、こちらに書きましょうか。f'x イコール0の2回をアルファベータとして、これ解いてあげると、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b 次乗、マイナス 4ac ということですから、で3分の3プラスマイナスルート 9-3k っていうふうに求まります。で、この2つの差なので、はい。で、まあ大きいのベータなんで、ベータ引くアルファにしましょうか。そうすると、これ3分の3プラスルート 9-3k 引く3分の3引くルート 9-3k ということですね。3分の2倍のルート 9-3k というふうに書くことができます。この上の式をですね、これマイナスがちょっと前についてるのが厄介なので、あと約分して2分のベータ引くアルファの3乗というふうに変形してあげましょう。でこういうふうに、すると、はい、これを代入すれば、できますね。2分の1倍することの3分の2をまず3乗します。でそうすると、そこの部分が、27分の4かな。それに、9-3k のルートの3乗ということで、2分の1の3乗ですから、9-3k の2分の3乗ということになりますね。ちょっと、長く計算しましたが、こんな風に fα 引く fβ が計算できます。はい、そうしましたら、あとは、これが81分の4ということなんですね。fα 引く fβ が81分の4であるから、代入して27分の4、9-3k、2分の3乗。これが81分の4なんですね。と言われたら、9-3k の2分の3乗。これが3分の1というふうに計算できます。で、まあ、2分の3乗がついてるんで、ちょっと厄介かもしれません。どうするかっていうと、両辺3分の2乗しましょう。両辺3分の2乗すると、2分の3乗の3分の2乗で、ちょうど打ち消しあって1乗になるんですね。それから3分の1の3分の2乗ということです。これはね、9分の1の3分の1乗と書くことができますので、これ、9の3乗根ですね。まあ、こんな風に書くことができます。はい。
よって、これで、K が求まります。K は何かというと、3分の1倍の9引く9の3乗根分の1ということです。こちらで計算ができます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回のポイント、一番大事なのはここですね。積分を復元してあげるというのがすんごい技巧的ですね。これがね、ぜひとも、まあ、あんまり出題頻度は高くないですが、まあ、なんか出てきて、こんな風に気持ちよくできると、ね、嬉しいですね。それから、やっぱり6分の1公式、まあ、面積バージョンはね、割と使える人がたくさんいるんですけれども、数式バージョンになると、まあ、なかなか見出しにくいのもあります。そう、放物線と直線が出てきて面積を求めようなんて具体的な条件のもとだったら誰もね、みんなが6分の1公式使えるじゃんっていう風に発想に至れるんですけれども、数式バージョンの6分の1公式はね、自分で見出さないといけないんですね。で、今回で言えばこの f'x が α と β を解に持っているということに気づかなければこんな風に変形できなくて6分の1公式は使えないです。あ、ここの部分因数分解したらここの積分区間の数が出てくるやんと、そんなことが見出せるといいですね。まあ、ぜひともそういった洞察力は常に注意深くね、持っていただけたらなというふうに思います。はい、ということでこれで今回の問題は以上です。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。